こんにちは、ヴィンセントです。今回はヤマトとカイドウを使って裏神秘で遊んでいきたいと思います。まずはヤマトですね。ヤマトは、サブでも相当強いんですけど、リーダーもあの15秒固定と、ダメージ半減ついてて4コンボ加算と、まあ、初心者の人とかでも使いやすいような、多色のリーダーっていう風になってると思います。まあ、攻撃タイプだけ集めれば実質ヒットポイント、まあ、4倍っていう風にもなりますね。あの相当強いと思います。でフラッグ武器を継承してます。まあ、単純にあの操作負荷耐性欲しかったんでつけてるだけです。はい、で2体目のヤマトにはバギー武器ですね。まあ、バギーの武器も相当強いので、まあ、できれば1体は欲しいかなっていうところですかね。はい、でマルコも相当強いサブですね。あの4ターンで打てるはずのないような非常に強いスキルとなってます。はい、で継承はアメノミナカヌシですね。雲耐性が欲しかったっていうところで採用してますね。まあ、あとはまあこの水泥鏡もあのなかなかありがたいですね。はい、でってやってるとリアリティが残り5しかなかったんで、カゴメ、まあ、単純に育ってたんで使ったんですけど、全然他のキャラクターでも OK です。適当に木のキャラクター集めてもらって、でダメージ吸収が2回連続で出てくる可能性があるんで、まあ、今回は保険の武器使ってるんですけど、まあ、保険じゃなくても2ターンぐらいね続くあのダメージ吸収の武器を持ってきてもらえれば OK だと思います。はい、でフレンド枠のカイドウにはリーチャ武器ですね。カイドウのスキル雷鳴八景使ってもらった時に副属性までカンストしようと思うと、まあ、リーチャ武器持ってきた方がより確実かなと。まあ、リーチャじゃなくても、まあ、この4色攻撃強化をもう1個持ってくるといいと思います。ではやっていきたいと思います。はい、これなかなかすごくないですか。このいかにも変換したばっかみたいなこのドロップの火と闇にまみれた、なかなか珍しいですよね、こんだけ偏ってるのは。はい、基本的にカイドウなんですけど、変身させてなくてもリーダースキルとしてはほぼほぼ変身させた後と前と変わらないんで、でヤマトが非変身であるんで、まあ特にその焦ってこうヘイストかけてみたいな必要性は全くありません。はい、で今見てもらった通り、あの何の別にあのスキル使ってエンハンスかけたりとかしなくても余裕でカンストしちゃいますね。やっぱ全パラ5倍やばいですね。全パラ5倍に今この形状だと8倍なんで、単純にカイドウだけで40倍の、倍率がかかってるというところですね。でまあヤマトが19倍なんで、まあ、単純に80、70何倍ぐらいか、まあ、相当高いですね。でまあ単純にカイドウとまあ、ヤマトももう1体に関しては、4色攻撃強化が相当な数ついてるんで、まあ、倍率はえげつないことになってると。はい、メルティとかを入れなくてもこんな感じでね相当な火力で出ます。裏神秘とかも結構ねこういう雲とか操作負荷とか、覚醒無効とか消せないとかそれなりに一式いろいろやってくるんで、ギミックはある程度つけれるに越したことはないですね。まあ、強いて言うならお邪魔とかあと毒とかは基本的に毎回このヤマトカイドウを3ターンでみんな打てるんでループできるんで、その辺はまあいいかなっていうところですかね。超暗闇なんで暗闇耐性は間違いなく対応しておきたいっていうところ、まああと雲と操作かっていうところぐらいですかね。波を持ってくれば洗剤であの回復できるやつつけれるんで、その辺も別に必須ではないんですけど、なかなかやっぱレアリティのことを考えると編成がちょっとまだやっぱ現状難しいですね。今後その低レアリティのキャラクターをなんかもっと出してくるみたいな発言が前あったと思うんで、カイドウはひょっとしたらその今はどっちかというとやっぱサブで化け物級に強いんですけど、ひょっとしたらリーダーでももうあの人権的な強さになる将来性が秘めてるキャラクターにはなってますね。ただ低レアリティの4とか星4とかですごいなんかサブで強いみたいなキャラクター出しちゃうとなんかもう崩壊しちゃいそうな気はしますよね。あの全パラ5倍を普通に使えるようになっちゃうと他使えないじゃんっていうことになるんで、まあ、その辺はやっぱうまいこと多分バランス取ってやってくるんだろうなとは思うんですけど、はい、まあ
こんな感じで基本的にはまあ、あの根性真ん中で、あの超根性がついてる敵が多いんで、基本的には2ターンかけて倒していくって感じですね。1枚抜いてるんですけど、やっぱりみんなそれぞれ、あの、まあ、みんなそれぞれではないか、ヤマトとカイドウの火力が相当高いんで、基本的にまあそれで問題なく倒していくっていう感じですね。さっきあの10個石溜まったんで、ワンピース、あのビッグマムだけね出てないんですよ。ビッグマム狙いで引きましたが、5、6体目のクロコダイルでしたね。ちょっと誰かビッグマムの引き方をちょっと教えてほしいですね、本当に。まあ、交換できるん でしますけど、まあ、できればやっぱ引きたいですよね。もっと言うとやっぱワンピースのキャラ、まあ、4体でも5体でもそれぞれやっぱ残してたいですもんね。もう本当に強いんで。でまあ、ルフィを1体は自力で引いたんですけど、2体目が出なかったんで、2体目交換したんですけど、杯とかあのエースとか複数体持ってたから交換の弾で使ったんですけど、もう交換した直後にやっぱ後悔したんですよね。もったいなかったかな、やっぱっていうところで。やっぱ最低2体ずつぐらいは持ってたいですよね。まあそんぐらいやっぱ強いですよね。今結局57、8回ぐらいかな引いて、まあでも結局それでほとんど持ってるから、まあある程度ばらけてはくれたのかなとは思ってます。はい、って感じで、サラスバティかな。はい、もうこういうところでもう打ち放題ですね。4ターンで打てるんで、今だと結構その超重力とかそういうのが結構多いんで、そういうデバフ返しもできると、とんでもないですね。で自身の火力も出せるっていうところで、マルコは本当に強いですね。まあサブ的な話で言ったら、あとチョッパーとマルコは結構いい勝負するぐらい、あのかなり両方いいなと思いますね。チョッパーも使ってみて相当、やっぱキー属性ついてるのがまずありがたいし、ヒットポイントを一旦アントマンみたいに上げてくれるっていうのも使い勝手がめちゃくちゃいい。チョッパーも相当強いですね。はい、でここでダメージ吸収が来たんで、カイドウを使っていくっていう感じです。で、今回宝剣の武器を使ってるんですけど、宝剣の武器何がいいって、まあヒットポイント上げれるとかその辺も当然強いんですけど、3ターン継続っていうのがなかなか今回効いてました。ここで連続で、出た時にこのカンナは柔らかいからすぐ抜けるんでいいんですけど、こっちのこの木の方がね結構硬いんですよ。ってなった時にこの吸収が切れると、吸収切れるときに結構な攻撃してきた記憶があるんで、これが2ターン継続だと1ターンで倒さなきゃいけないんだけど、残り2ターン猶予があるっていうところで突破することができたんで、意外とそこが救われましたね。はい、まあ、でお邪魔も毒も耐性がないんで大量に盤面変えられちゃいましたね。で一応今回結構いろんなギミックやられながら思ったのが、超暗闇は持ってた方がいいなと思いましたね。超暗闇はなかなかやってくるやつ多いなと思って、まあ、15秒操作時間もあるんで、その辺別に1個ぐらいだったら毎回組むことできると思うんで、超暗闇はどっか連れた方が良かったですね。それこそ、ヤマトタケルとかの武器も相当強いんで、ヘイスト持ってて超暗闇も持っててみたいな、まあ今はもうそういう十字の武器も結構あるんで、まあ、そういうの何かしら1個持ってくるといいんじゃないかなと思いますね。なんかとりあえずもう本当何も考えずにポンポンポンと進めますね。ちなみに超重力の、あの未知の神聖の最初のところ百式、あれもちょっとやってみたんですけど、それでもやっぱカイドウの火力は相当出てたんで、
やっぱ半端じゃない火力は出てますね、基本的に。ボルケーノドラゴンがいいみたいですね。ボルケーノドラゴンがレアリティ低くて火力もめちゃくちゃ出せっていうので、ああいう未知の神聖みたいなところではなかなか使いやすいみたいですね。はい、今みたいな感じでとりあえずあの盤面に毒とか、お邪魔はあってもそんなに問題にならないと思います。で、基本的にその全パラ5倍っていうのもあって、ハートもあの普通に消してもらえればかなりの回復力こんな感じであるんで、その仮に毒を消しちゃったとしてもそれで積んじゃうみたいなことにはならないんで OK です。で、ここはマッハが出るとリダチェンが来るんで、リダチェン嫌な人はリダチェンつけといた方がいいかもしれないですね。ただリダチェン別にされても誰に変わっても多分それで積んじゃうみたいなことにはならないと思うんで問題はないと思います。なんかちょいちょいカクついちゃってますね、さっきから。ちょっとごめんなさい。はい、でここも一旦で倒せなかったせいで超クラインですね、落ちてきてるんで、うん、やっぱその辺は対応しといた方がいいかなってところですね。1枚抜いても余裕でやっぱクリアできちゃうっていうぐらいこう将来性を感じますね。26、今現状27とか28、1個増えるだけでも相当幅は増えたなと思うんですけど、なかなかやっぱそこはあれですね、まあチート級なリーダースキルなんで、まあ、全然しょうがないとは思うんですけど、ちょっと将来的に楽しみですね。はい、でこんな感じで無効貫通の敵ついててもこうやってカイドとかに潜在でつけてるんで全然それで殴れちゃうというか倒していけますね。やっぱ潜在は無効貫通潜在がやっぱかなり抜けてる感じはしますよね。一つチート級な潜在だと思いますね、やっぱり。あとは白ひげか、白ひげの動画もな撮りたいなとは思うんですけど、毎回無効貫通くんのめんどくさすぎるよなと思って、なんかあんまり使う気がしないんですよねっていう風に思ってるってことは、多分他の人も結構そうやって思ってる人多いと思うんですよね。実際毎回無効貫通組むってあんまりこう汎用性ないというか、うん、まあ、ちょっと半分ネタ枠じゃないけどそう思っちゃう。まあサブでは普通強いですけど、両方水に変えるっていうのが若干使いづらさ感じるかなっていうのはやっぱ使ってみて思ったんですよね、サブで。うん、はい、で今回は、木のアルバートが出ました。水が出ちゃうと、ダメージ吸収が真ん中いったタイミングだったかでやってくるんで、その場合はちょっと面倒なんだけど、カゴメをため直す、カゴメの裏のスキルをため直す必要があるって感じですね。まあ、なんであのダメージ吸収もだけど表のスキルが早く溜まるようなキャラクターにした方がまあ早く回れるかな。まあでも別に裏神秘そんなに周回するみたいなことは多分あんまないとは思うんで、うん、まあカイドウを単純に使って遊ぶ動画ですね、これは。はい、まあでもまだクリアしない人も全然いるとは思うんで、参考になったら嬉しいです。ではご視聴ありがとうございました。